この黒ニンニクエキスの使い方を簡単に説明しましょう。まあそのままこのキャップにとってこの、ね、飲んでもいいんだけど、そう味が嫌だなっていう人は、まあ餃子に入れる調味料があるでしょう。ラー油、酢、まあ醤油、醤油、まあこれをね、まあいや餃子みたいにここに入れて、ちょろっとね、ちょろっとこう入れてあげてね、使ったりね、そういうのに使用すれば美味しく取れるので、俺は今日はラーメンに入れようと思ってます。まあたまには毒も取んなきゃいけねえということでね。ということです。こうやって使いましょう。